はい、おはようございます。三木まで帰ってきてましたが、せっかくなので淡路島に行って親父パンダさんの動画に出てた真っ赤なサルビアを見に行きたいと思います。ではすごい気持ちいいね、これ。すごい綺麗だね、海が。あ、天気がすごく良くていいね、これ。ちょっと霞んでるか。まもなく右方向です。右って言ってるけど、もう左方向です。もうあれだよね、多分駐車場あるだよね、多分ね。右方向です。有料こっかな。ここだ、第一。左曲がって。まもなく左方向です。その先、目的地周辺です。こっちですか。母さん悪いけど。あのね、この赤い車の奥にマイクロバスっていう場所がレーンがあるんで、そこに止めてください。はい、あ、分かりました。ありがとうございます。はい。マイクロバス。うん。の 赤い車の向こう側じゃない。あ、バス用ってここかな。うん。ここだね。うん。淡路花さじきの駐車場に着きました。マイクロバスの駐車スペースに案内していただきました。では行ってみたいと思います。こっちはね、こっちはね、おー、すごい綺麗だね。橋見えるよ、ちょっと。いやいや、場所によるのよ。
久しぶりです。ソロ使われますか？あ、お願い。ちょっと飲んでみ。でも感想はそれだけ。どうする、キャンピングカーで食べる？どっかある？座るところ。花見ながら食べる？うん。うん、ちょっと食べてみて、どんなか。いただきます。はい。うん。どう？ビワ感強い？おいしい。おいしい？でもビワ食べてる感じ。ほんと？すごい景色。ブルーサルビアをバックにいただきます。あ、本当だ、ビワだね、美味しい。これからカフェに行ってみたいと思います。ここだね、多分行ってるかな。ないか、ないね。傘的には行けるかな。空いてるかな。全然余裕だね。立体駐車場ですが入りました。全然大丈夫だね。めっちゃ高いもんここね。行きましょう。でもカレーがスパイシーだったら母さんどうなのかね。いただきます。いただきます。おいしいね。野菜がたくさん入ってる。うん、あ、肉柔らかい。今日天気良くてよかったね。うん、めっちゃ綺麗に見えるぞ。うん、もう、うん、ね、久々に綺麗なもの見たような気がする。オーシャンテラスっていうお店みたいな。ゾウさん？オーシャンテラス、ゾウさんじゃない。何？オーシャンテラス。あ、オーシャン。オーシャンビューとか言うじゃん。ゾウさんって言うんだ。ゾウさんテラスじゃないよ。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも動画頑張って配信していきますのでよろしくお願いいたします。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。